皆さんこんにちは。今回もルビサファの世界を、スピアーと一緒に旅をしていきますよ。前回は、コンテストでスバロー君にケチョンケチョンにされて、腹いせに炎ジムのアスナさんを芝いたところまでですね。今回はその続きからやっていきたいと思います。今回の対戦相手は、お父さんになります。小学生にして父親越えを狙うとは、私はどうやら凄まじい才能を持っているようですね。そらこの年でチャンピオンになれますわな。現状、ちょっぴり技のタイプの偏りがありますね。ノーマルタイプ技が2つ、虫タイプ技が1つでは、弱点をつける範囲があまりにも狭すぎると思います。もう少し有能な技を確保したいところです。というわけで、千里さんとの戦いです。使ってくるポケモンは、ノーマルタイプですね。ノーマルタイプは基本的に強いとは思いますが、良くも悪くもノーマルタイプというものは、弱点をつかれにくく、弱点をつくこともできないタイプです。弱点をつかれないというその穴をついて戦っていけば、負けることはないでしょう。ケッキングは特性なまけ、2ターンに1度しか動くことができません。冷静にじっくりと立ち回っていけば、負ける要素はないでしょう。ひとまずあくびで眠らされてしまったので、すぐに直していきますよ。眠り状態は、放置してもいいことがありませんからね。このケッキング、から元気を使ってくるのか。これはこのジムを倒した時、から元気の技マシンをゲットできそうな感じですね。とはいえ、所詮から元気など威力70しかないということで、うちの最強ちゃんがやられることはないでしょう。ナイスデイス。しっかりとケッキングを、急所に当てて沈めてくれました。さすがは最強ちゃんですね。今のターンで仕留められなければ、またあくびをされて、グダグダな展開になっているところでした。2体目は、やる気者ですね。やる気者は特性やる気ということで、2ターンに1度しか動けないという制約はありません。人によっては、ケッキングよりも使いやすいという人もいるのではないでしょうか。この時代に進化の奇跡があれば、普通に活躍してそうですよね。やる気者は、終わってみれば大したことはなかったですね。多少ダメージは受けてしまいましたが、どうということはないでしょう。ラスト1匹も、ケッキングでしたか。1体目のよりもレベルが高いということで、若干苦戦しそうではありますね。牛タン屋さんみたいなぐらいすぎやろ。どうなってんだこれは。技の威力が70しかないのにこんなにも食らうのはいかんでしょ。これはさすがに、漢方を使って回復するしかないですね。このルビサファというゲームの現状苦しい点として、未だに店売りの傷薬が、いい傷薬止まりだということですね。大量回復を狙うこいつ何やってた。長期戦になることを見越して、状態異常を入れておこうとか考えているんでしょうか。ふう、危ない危ない。意識を取り戻したようです。もし状態異常を撒いていたら、から元気の威力が倍になってしまい、最強ちゃんがワンパンされてしまうところでした。から元気を使ってくるということで、状態異常にしてはいけないというのは分かっていても、なんとなく長期戦になるのが嫌だとぼんやりと考えて、ぼんやりと状態異常を巻きそうになっていました。分かっているつもりで神かな?これぞ特性全身急所を抱えた、ハイパー最強ちゃんですわ。長期戦になってしまうと苦しくなるケッキングを、2発でしっかりと仕留めてくれました。やっぱり最強ちゃんは、頼りになりますね。というわけで特に苦戦もなく、千里さん突破です。やっぱり最強ちゃんが強すぎて、宝円地方の出禁を食らっている可能性がありますね。防御力が高くなるのは、嬉しいですね。こういう謎の補正って、最近のシリーズではなくなっているような気がするんですが、いつからなくなったんでしょう。私からすると、チャンスがピンチになる技だけどな。から元気、いい技だとは思うんですが、使う場面があるのかどうかですね。状態異常をガンガンばらまいてくる、強さんのようなトレーナーがいる場所では、大活躍してくれる気がします。ミツルくんの世話をしてあげることによって、秘伝マシン03をもらうことができました。ありがたやありがたや。さて、とある情報筋からこの街で貴重な技マシンが入手できるとのことで、それをゲットしたいと思いますよ。貴重な技マシンとは一体何でしょう?ドキドキ。というわけで、最強ちゃんの最強技、
ヘドロ爆弾をゲットしました。この時点で威力90のタイプ1技を打てるようになるというのは、だいぶ大きいですね。おそらくここから先は、基本的にヘドロ爆弾を打っていれば試合が終わるんじゃないでしょうか。そのくらいの強化だと思います。何を忘れさせるべきかは非常に悩みどころではありますが、秘密の力でいいんじゃないかと思いますね。秘密の力も状態異常を負ける技ということで、使いようはあるとは思うんですが、さすがにノーマル技は、2つもいらないと思います。というわけで、天気研究所みたいな場所がマグマ弾に襲われるハプニングもあったりしながら、先に進んでいきます。まずは、どんどん技を整えていきますよ。ふふん、私のパワーは目覚めてるに決まってるじゃないか。全通り試す私に、資格はなかった。目ザパは、気合ダメと入れ替えて覚えさせました。最悪気合ダメは、ハートの鱗を使って思い出すことができるということで、そこまで痛手じゃないですね。ひとまず、格闘とゴーストではなかったですね。そしてもう一つ分かったのは、おそらく特殊技の目ザパだということですね。ダメージ量があんまりにもひどすぎます。あ、わかったわこれ。ノーマルに倒倍、草毒に今一つ、水にも今一つ、そして特殊技、ということはつまり、水タイプで確定じゃないでしょうか。どうなんでしょう。一応このゲームはルビーということで、マグマ弾と戦闘する機会が多いということで、爆打とかが相手の時には、使えなくはないんじゃないでしょうか。でもまあ、マグマ弾をぶっ潰すまでが関の山でしょう。そこから先の旅では、間違いなくいらないと思います。今回のお相手は、飛行ジムのようですね。若干の苦戦が想定されます。ヘドロ爆弾などの PP を回復しないまま挑んでいますが、これには一つ理由があります。一度回復に戻ったとして、もう一度ここのジムを突破してジムリーダーまでたどり着ける自信がなかったからですね。ギミックがすごく凝っているのは非常にいいことだと思うんですが、ちょっとバカし私には、難易度が高いですね。初手のオスバメはヘドロ爆弾で一撃で持っていけましたし、大したことはなさそうですね。飛行タイプって、あとは何が出ていこら、飛行停止混乱ばらまきやめやマジで。それをされると試合展開が一気に苦しくなるんじゃ。ペリッパーに超音波をさせるトレーナーが、どこにいるんだよ。相変わらず、回復も使ってくるようですね。挑戦者の私よりも先に回復役に手を出すとは、ジムリーダーの風上にも置けないな。混乱での自傷ダメージ、食らいすぎじゃね？こんな食らうかね普通。何もしてないのに混乱の自傷ダメージで確定4発なんですが。恩返しでも、結構ダメージが通ってますね。ヘドロ爆弾と比べて、そこまで大きいダメージ量の差はなさそうな気がします。なんだかんだ言って、そこまで苦戦する要素はなさそうな感じですね。苦手な相手ということで、もう少しグダグダするかなとか思っていたんですが、そんなこともなさそうです。という夢を見たんだ。夢なら仕方ないね。負けてはしまいましたが、たまたま事故って負けただけなので、普通にやっていれば負けることはないでしょう。タイプ1のヘドロ爆弾を連発していれば、間違いなく余裕で勝てる相手だと思います。本当に、オスバメは敵じゃないですね。完全に経験値タンクとかしてます。ジムリーダーのところまで5分くらいかけてきた甲斐があるというものですね。それ言い過ぎ。せいぜい3分くらいしか迷ってないぞ。ペリッパーに対しても、ヘドロ爆弾を撃っていきましょう。毒タイプの技というのは、基本的に抜群はつけませんが、当倍で通る相手はそれなりに多いですからね。なんだかんだ言って、優秀なタイプだと思います。相手に傷薬を使われてしまっていますが、これは使われているのではなく、私が使わせているのですよ。最強ちゃんが負けようがない相手に対して回復を使ってくれれば、その分この後の戦闘が楽になっていくというものですからね。オケオケ、余裕やんけこれ。何が飛行タイプのジムじゃ、全然大したことないわ。あと残り2体と言っても、飛行タイプなんか、チルタリスとトロピウスくらいなもんでしょう。そんなやわな相手に負けるほど、最強ちゃんはやわじゃないですわ。なんならトロピウスなんか、最強ちゃんのヘドロ爆弾で、抜群をつけてしまいますからね。チルタリスが竜の舞をしてきて、
通ならばヤバい状況なのかもしれないですが、最強ちゃんは鍛え抜かれた体のおかげで、おそらく言うまい1回程度では、素早さが楽天されることはないと思います。つまり、余裕のよっちゃんというわけですね。本当にヘドロ爆弾のおかげで、相当展開が安定しているような気がします。で、先手取られてるやんけ。さすがに9レベル差程度なら、竜の前1回で楽天できちゃうか。少しばかり、持ってしまいました。失礼失礼。チルタリスも、無事突破です。あとはトロピウスだと思うので、ヘドロ爆弾を撃ってし。マジでいい加減にしろや。何を満を持して真打ち登場みたいな空気を出して、エアームドが出てきとんねん。どう考えてもおかしいやろが、そこはトロピウスが出てくるべきでしょ。ここまでのジムリーダーは、キューポケが多少出てきているとはいえ、異質ブテも、ワンリキーも、マグマップも、基本的に最初の方にしか出てきてないじゃねえか。何をエースで4番ずらして出てきとるんじゃ。許せないわマジで。どうやって勝てっちゅうねんこんなもん。ブーン、じゃねえってのマジで。エアームドはできんにしろマジで。でも足も出んわ。せっかくここまで気分よく旅ができてたのに、気分を害したわ。現状これはおそらく勝てない相手なので、ストーリーを少し先に進めて、レベル上げをしてきたいと思いますよ。というわけで、霧がかかった山の頂上までやってまいりました。何やらまたマグマ団が、よからぬことをしようとしているみたいです。藍色の玉を持っていくのでいいんか？藍色の玉だと、色的に変えようがな気がするんですが。よくわからんが、片割れの玉玉を、じいさんばあさんからもらいました。これで松房をやっつけて、玉玉をくっつけてこいということなんでしょう。しょうがないなぁ、エアームドをやっつけてからそれをやりに行くけど、いいよね。私には松房がよからぬことをしていようが、頭の中がエアームドのことでいっぱいなんじゃ。グラードンが地中に潜ったら地下水で2倍弱点でやられるぞ。という方円地方の危機は置いといて、まずはエアームドをしばく、これを先に成し遂げたいと思います。私だって成し遂げたくないですが、やらなければ先に進めないらしいですからね。いつもであれば、鋼タイプなんか瓦割りでどうにかなるんですが、現状瓦割りは、入手できないみたいですからね。エアームドのお出ましで、腹が立って攻略サイトを見てきたら、瓦割りが入手できるのは、だいぶ終盤らしいです。ということはつまり、恩返しでちまちまエアームドをやっつけるしかないというわけです。一応道中にいそうなトレーナーはそれなりに縛いてみたんですが、1、2レベルくらいしか上げることができませんでした。これ以上上げると、さすがにこの先の戦いがずっとぬるくなってしまいますからね。一時の怒りに身を任せると、この後の戦いに盛り上がりがなくなってしまいます。一旦冷静になり、このくらいのレベルでどうにか勝つべきでしょう。その急所は痛い。こちらも一旦、回復をするターンを設けなきゃいけなくなってしまいました。ペリッパーさんにはぜひとも、超音波をミスる、これを繰り返してほしいものです。正直この試合は、毒状態にする恩恵がだいぶ少なそうなので、毒になってもならなくても、そこまで大きな差はないと思っています。毒ダメージのおかげで確定数が変わるとか、そういうこともなさそうですしね。お次は、チルタリスですね。竜の舞で攻撃と素早さを上昇させてきますが、防御力は特に上げたりはないですし、混乱をばらまいてくることもないので、まだ戦いやすい方なんじゃないでしょうか。ペリッパーのところで回復すべきだと思う方もいるかもしれないですが、ペリッパーから混乱をまかれるのを嫌った形です。まあ、竜の舞をしてきますわなぁ。落とせるときはツバメ返しを打ち、落とせなそうなときは竜の舞をしてくる感じですかね。わかりやすい AI で、非常に助かります。正直一発ツバメ返しを受けた状態では、有毒ダメージで削ろうと思ったら、回復をされちゃったわ。まあ、エアームド戦で使われるよりはよっぽどいいと思うので、プラスに捉えましょう。よえー、恐ろしいことをしてきやがる。有前に済みはさすがにまずいわ。さっさと決着をつけなければ、最強ちゃんが鳥の餌になってしまう。それだけは避けなければ。
これはさすがに、毒ダメージでいったでしょう。いかんかったわ。ミリ残しやめやマジで。打開策がないかと道具を探してみましたが、特に何もなさそうなので、覚悟を決めてツバメ返しを食らうしかなさそうですね。なんだかんだい素晴らしいぞ。さすがは最強ちゃんの物理耐久、攻撃2段階上昇の、タイプ1抜群技を耐え切れるとは、お見それしました。やっぱりチルタリスなど、敵じゃなかったということですね。さあラスト1匹、エアームドです。一応ツバメ返しが確定3発であれば、急所に当たらない限り、回復連打をしていれば勝てなくはないので、ちまちまやっていくしかないですね。思ったより通ってますね。これなら多少時間をかけて削り切ってもいいかと、気を取り直していいレベルです。確定15発とかの状況になるんじゃないか、という風に考えていたんですが、杞憂に終わってよかったです。なんだかんだで最強ちゃんは攻撃種族値も高いですし、攻撃に上昇補正がかかる性格いじっぱりでアームドよ、お前がやっているのは、本当に理想的な忖度だ。視聴者に妖精を疑われない程度の、適切な忖度だ。お前が空気を読んでくれているおかげで、思いのほか戦闘はスムーズに進んでいる、その調子で、空気を読んでくれ。一応回復をしてこなければ、次の恩返しで落とせそうですね。うまいこと回復を使わせてここまで進んできているので、回復が切れていることを祈りましょう。ナイスデイス。最強ちゃん、エアームド、二人とも、名演技でした。うまいこと戦闘が進んでくれて、思ったよりはグダグダせずに済んだと思います。というわけで無事、エアームド突破です。正直飛行ジムというより、エアームドジムとしての印象しか残らない相手でしたね。というわけでキリもいいので、今回はこのくらいにしておきますかね。ご視聴ありがとうございました。ツバメ返しは弱点をつける場面があるかもしれないですが、ヘドロ爆弾よりもダメージ量が少ないので、今のところ使う予定がないですね。まあ、状況によっては出番があるかもしれないですが、その辺はおいおい考えたいと思います。